ホルヘ・ウビコイ・カスタニエーダは、グアテマラの政治家、軍人。グアテマラ大統領として13年にわたる、独裁政治をした。対外債務を大幅に減らすなど功績はあるが、顔面な保守主義者で、ベニート・ムッソリーニを尊敬するファシストだった。自由党支持者の家系を持つ家庭に生まれる。職業軍人となり1921年のホセ・マリア、オレジャーナ政権では、警察庁長官。 軍事層、その後進歩党を結成し党首となる。1931年の大統領選挙に出馬し、唯一の候補だったため議会の承認を受け大統領に就任した。就任後、不況からの脱却を求め強権政治を展開。公務員の給料を4割カット、または大量解雇するなど、極端な経済引き締め策をとり、大強行からの経済再建に成功する。 周囲の反発に対しては、大統領直属部隊の国家警察軍を創設することで備え、純然たる暴力の政治が行われた。また、ユナイテッドフルーツ社に、鉄道建設と引き換えに事実上の経済的支配権を許すなどの政策を推進した。1933年には、反対派100名を銃殺して、共産党を壊滅させた。1939年に、 第二次世界大戦が始まると、すぐ参戦し、ムッソリーニを尊敬するファシストにもかかわらず、数軸国側に、宣布国した。その間、適正国民だということで、特に対立状態にあったわけではなかった。主にコーヒー農園を主だった5000人のドイツ人の入植者を弾圧し、その農園を没収して資材にした。こうした統治は富裕層、中間層、貧困層を問わず、 全てのグアテマラ人の演佐の的となっていき、グアテマラで自由なのは、ウビコただ一人と呼ばれていたが、しかし、1944年に、学生の研究会に幅広い層が合流して、ウビコ打倒の動きが始まり、政府は有効な反撃ができず、運動は、急速に拡大する。反ウビコのデモとゼネストは全土を覆い、6月29日、抗議のデモが最高潮に達する。 翌日には米国もウビコの行動を厳しく非難し、最大の被護者だった米国からの支持を失ったことを受け、7月にはついに辞任表明してウビコ派の軍人のフェデリコ・ポンセを後釜に据え、ニューオーリンズに亡命して、その地で死去した。ありがとうございます。